あーなんてこったスイカのつるが枯れてしまった。一体なんでなんだろう。なんかこのスイカのつるに虫がいるけど、こいつが犯人かな、それとも何か別の原因があるのかな。枯れが始まったと思ったら一気に全部枯れちゃったよ。一体なんでなんだろう。どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて今回はスイカの葉っぱやつるが完全に枯れてしまった原因は一体何なのかと、原因の解明とその対策についてご紹介したいと思います。私は家で小玉スイカのピノガールを袋栽培で育てていました。でそれが元気に育っていったんですが、1個目の実の収穫をする少し前から急に葉っぱが枯れ始めてしまったんですね。であれよあれよという間にもう完全に枯れてしまったんですよ。もうね、心が折れましたね。同じようなトラブルが起きたという方もいらっしゃると思いますし、来年スイカを育てたいなと思っている方はこうならないようにぜひ最後までこの動画を見ていただきたいなと思います。じゃあまずは今回どんな状況だったのか説明させてください。スイカの苗を購入しまして、接ぎ木苗を購入しまして、それを袋栽培しました。その袋というのは培養土の袋そのままです。その新品の培養土に接ぎ木で購入した苗を買ってきて植えたという感じになります。で途中で摘心をしまして、子づるを伸ばしまして、最終的に実は4つつけさせました。生育が悪くなったのは梅雨明けぐらいだったかな。それぐらいからあれなんかちょっと葉っぱが枯れてるなっていうのに気づいたんですよ。で最初に枯れ始めたのはその株元からでした。株元の葉っぱが枯れ始めたぞと思ったら、どん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 それが広がっていって、で今ではもう完全に枯れてしまったという感じです。じゃあまずはそのスイカが枯れた様子を写真でご紹介します。はい、こんな感じに枯れました。はい、つるが枯れて葉っぱも枯れております。じゃあスイカの葉っぱとかつるが枯れた時にどういった容疑者が考えられるのか、まずはその容疑者をちょっと広めにご紹介します。まず1つ目、ホオズキカメムシです。ホオズキカメムシはピーマンなどのナス科の野菜について茎から養分を吸い取って枯らせるというカメムシがいます。でこれはいろんな野菜に発生しまして、今回私のスイカにも発生しておりました。なので最初はこのホオズキカメムシの影響で枯れたんじゃないかなと思っておりました。それからもう一つ、つる割れ病という病気があります。これはつるで発生する病気です。これも枯れ上がります。それから炭疽病という病気もあります。それからホモプシス根腐れ病という病気の可能性もあります。これはベランダ大家研究所の片岡さんのメロン栽培の動画でもご紹介しました。片岡さんも今年はメロンが完全に枯れてしまうというトラブルが発生しまして、その様子を見させていただいて、いくつか可能性が考えられますねという話の中で、このホモプシス根腐れ病の可能性についても説明をしました。それからもう一つ考えられるのは着火負担による障害の発生です。今回私は子づるを何本か伸ばさせまして、そこに4つの実をつけさせました。ピノガールの場合、この子づるの本数が多ければ4つ取れるし、それから子づるの本数が少ない仕立て方なら3つがいいというふうに言われています。なので今回私はマックスギリギリの1株から4つ収穫するということを行ったんですね。この着火が負担になっちゃったんじゃないかなというのも考えております。ではどんな風に枯れ上がったのか、実際に枯れている様子をご紹介します。この辺りの葉っぱは風でかなり折れてしまってます。台風の影響ですね。この辺りの葉っぱはもう黒く枯れ上がってしまってます。もうパリパリになってますね。こんな感じです。はい、この部分もつるが割れてしまってます。はい、この部分もつるが割れてます。
ここの割れはひどいです。こんな感じです。はい、こちらのピノガールはこの袋栽培で育てています。花と野菜のプレミアム培養土というものです。これを新品のものを使いました。それから肥料は有機肥料と化成肥料両方を使いました。こちらが苗についていた札です。特徴がこのように書いてあります。はい、それからつるの部分を見ていただくとこんな感じです。もうかなり木質化してると思います。でそれからこのね、子づるの方を見てみるとこんな感じにもう完全に枯れ上がっているものもあります。それからこの株元には害虫もたくさん発生していました。葉っぱが枯れる前の症状はこんな感じです。このように黒い斑が現れて、その後葉っぱが全て完全に枯れ上がります。はい、今見ていただいたような症状が現れました。さらに上から見た感じもご紹介したいと思います。最初葉っぱが茂っていた頃というのはこのビニールハウスの骨組みを上から見るとこんな感じだったんですね。ただ枯れ上がってしまってからはもうこんな感じになりました。もう葉っぱがね、全然なくなってしまっております。はい、じゃあ今回発生した原因なんですが、少しずつ考えていきます。まずホオズキカメムシの影響なんですが、少なからずあったとは思います。すぐ近くでピーマンやパプリカを育てていまして、そこでホオズキカメムシの被害をかなり受けたんですね。ホオズキカメムシが大量に発生した枝はもう全部枯れちゃいました。もちろん株全体が枯れたというわけではないんですけど、こう何個かに分岐した枝のうち一部分がもう完全に枯れるという状態になってしまいました。でこのホオズキカメムシがスイカのつるでも発生をしていたので、もしかしたらそのつるがホオズキカメムシによってちょっと枯らされちゃったんじゃないかなと思ってます。ただし今回の症状というのは最初は株元付近だけで起こったんですが、あと一気に全体に広がったんですね。なのでホオズキカメムシの影響だけではないだろうなと思っております。それからホオズキカメムシは一時期発生したんですが、しっかりと駆除ができたので、その後はホオズキカメムシの問題というのは起きておりません。ホオズキカメムシの対策等は別の動画でご紹介しておりますので、そちらを見てください。ピーマンが枯れてしまったという動画で紹介しています。今回起きた症状の中で私が一番この可能性が高いなと思うのはつる割れ病です。つる割れ病の症状はどういったものが起きるかと言いますと、葉っぱが枯れたりつるが枯れたり、それからつるが割れてそこからヤニが発生します。まさにこのような症状が起きていたんですね。でさらに言うと株元から発生がスタートして、それが全体に広がっていくというのも症状として一致しているなと思います。じゃあどうしてつる割れ病が発生したのかなんですが、まず一つの要因として着火負担が関わっているかなと思います。先ほども説明した通り、ピノガールはマックスで4つならせることができる品種なんですが、ちょっとマックスは欲をかいてしまったかなと思いました。やはり3つとか2つぐらいにしておいた方が根っことかつるとか株全体に対する負担が少なかったんじゃないかなと思ってます。4つだとちょっと負担が大きすぎて根っこを消耗させてしまって弱ってしまって菌に感染しやすい状況を作ってしまったかなと思います。今回の発生が始まったのも4つの実をならせてから1個目の実が収穫するちょっと前ぐらいだったんですね。どうしても植物は実がなるとそこにどん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 養分を送り込んでしまうので、葉っぱとか根っこの部分がかなり消耗するんですね。もうこれが一つ大きな原因になったんじゃないかなと思います。それからもう一つは夏の暑さと長雨、それから台風の影響です。今年も夏の暑さが厳しかったですよね。まあ、毎年そうなんですけれども、夏非常に暑かったです。気温が非常に高いというのはスイカにとってもあまり良くありません。それから今年も梅雨がしっかりと長かったですし、梅雨が明けた後も8月になってからも長雨が続きました。長雨になると気温が高い、湿度が高いということで病気の菌が活発に動きます。でさらに台風もあったんですね。動画を撮影している時にも台風が来ていて非常に風が強かったんですけれども、台風で葉っぱが折れてしまうとか木が
傷ついてしまうとか、そういった問題も起きました。このようなこともより植物を弱らせる原因、それから病気の菌が植物の体内に侵入しやすく要因になったのかなと思ってます。じゃあどういう対策が考えられるのかなんですが、まず土の中に含まれている菌の対策としては、今回は新品の培養土を使ったので、これ以上の対応はできないかなと思います。ただ今回使った土をそのまままた別の栽培に使ってしまうと、また同じようにつる割れ病が発生してしまう可能性が高いので、この土に関しては耐用熱消毒を行っています。なのでもし同じようにつる割れ病が発生した場合には、耐用熱消毒やもしくは農薬を使った殺菌などの、そういった土壌消毒をお勧めします。それから今回4つの実をならせた着火負担も大きく関わっているのではないかなと思いますので、来年は4つ実らせるのではなくて2個か3個ぐらいにしようかなと思ってます。さらに今回4つの実もサイズが小さかったんですね。ちょっと写真で紹介します。こんな感じで、ちょっと写真だと分かりにくいかもしれないんですが、一番大きなものでも1キロちょっとだったので、残りの後から収穫したものはもっと小さかったんですね。1キロもないぐらいのサイズでした。でただピノガールって最大だと2キロぐらいまで育つはずなので、やはりねちょっと光合成不足とか株に対して実の数が多すぎたのかなと思っております。あとはこれはちょっと難しいんですけれども、やっぱり雨とか風、これを防ぐっていうのは大切だなと思いました。なので理想としてはやっぱりビニールハウスの中で育てて、雨が降ろうが長雨が起きようが台風が来ようが、スイカの葉っぱとか根っこにダメージを与えない、それがいいのかなと思いました。あとは単純に殺菌剤の散布ですね。つる割れ病に対して効果がある農薬を全体に散布をする、これが一番楽かなと思います。今回はこのピノガールについては殺虫剤も殺菌剤も一切使用しておりません。なので農薬を全く使わない割にはうまく育ったかなと思ってます。これは家庭菜園なので別にそれでも問題ないんですが、もっとね本格的に商業的に生産を行おうと思うと、やはりちょっとねその辺はリスクになるなと思いました。はい、というわけで今回はスイカの葉っぱ葉っぱが枯れてつるが枯れてしまった原因は一体何なのかという話をしました。いくつかいろいろな要因が組み合わさった結果、最終的にはつる割れ病になって枯れてしまったのかなと思っております。なのでまずはつる割れ病にかからないような対策をして、もしなってしまった場合には農薬等で処理をすると、それがいいのかなと思います。つる割れ病はスイカとかメロンでも発症するものですので、スイカを育てている人とかメロンを育てたいなと思っている人はぜひ参考にしてみてください。では今回の動画が面白かった、役に立ったと思ったらぜひ高評価お願いします。質問や動画のリクエストがある人は下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園、観葉植物などいろいろな動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。では今回はスイカの空中栽培のやり方という動画にいただいたコメントを紹介させていただきます。宮崎さん作、空中ピノガール、見た目綺麗、甘い香りも漂ってすごい上出来ですよと。ありがとうございます。そうですね、ぼちぼち美味しいスイカが取れましてよかったです。いつも楽しく拝見させていただいてます。うちは家庭菜園で今年はスイカの空中栽培にチャレンジしました。結果3つ大きくなって、1つは先日収穫して食べました。赤い実でしたが少し早かったかもです。スイカの収穫タイミングは難しいということで、そうですね、本当にスイカの収穫のタイミングは難しいと思います。中にはコンコンって叩いた音でわかるとか、ヒゲの枯れ具合でわかるとか、なんか軸のへこみぐらいでわかるみたいな人もいらっしゃるんですが、私としては積算温度で確かめるのが一番正確なんじゃないかなと思います。同じく袋栽培でピノガールに挑戦してみました。摘心がよくわからず適当にしたので2個しかできてません。そして昨日小さいうちに雨の影響か割れてしまいました。赤かったから食べてみたらほんのり甘かったですというコメントをいただきました。雨の影響で割れてしまうっていうのはすごく悲しいですよね。でもなんとか中が赤くて甘い味を楽しめてよかったです。大輔先生、私もピノガールしましたが途中で葉っぱの色が黄緑になりカビもできて片付けましたということでした。悲しいですね。やっぱ途中でカビが生えてしまうってなるとね、ちょっと
うん、悲しいですね。これは働いている保育園でスイカを空中栽培で育ててます。梅雨の時に一回葉っぱが黒くなって枯れてしまったのですが、梅雨明けたら新しい葉っぱが出てきてもうすぐ収穫できそうですと。はい、やっぱり葉っぱが黒くなって枯れてしまったという点は一緒なんですが、そこからまた回復してきたということで良かったです。私もピノガールを空中栽培を初挑戦しました。美味しいですよね。3株植えて10個ほど収穫してあと5個ぐらい取れるかなと喜んでいたんですが、アライグマに食べられてしまいましたと。いやー、アライグマ、悲しいですね。見た目はアライグマ可愛いんですけど、実はかなり凶暴でかつ食欲も旺盛なので、農作物の被害がかなり大きい動物ですね。うちのピノガール、接ぎ木苗でないためか雑草に負けてしまい2個しかつけませんでしたが、中はもっと真っ赤で食感もよく、糖度ともに今まで食べたスイカで最高に美味しいものができました。また挑戦してみてくださいというコメントをいただきました。いや、素晴らしいですね。今まで食べたスイカで最高に美味しいものができたということで、いや本当に非常にすごいなと思います。おめでとうございます。いつも動画楽しく見てます。うちではプランターで小玉スイカラブを空中栽培してます。摘心に失敗したのか子づるが1本しか育たず、今まで着火も1つしかなかったのですが、ようやく昨日2つ目の受粉に成功した模様ですと。来週の土曜日が1つ目の受粉から35日後で、積算温度も900度を超えているため巻きひげの状態を見つつ収穫してみようと思ってますというコメントをいただきました。ラブっていう品種も、いや本当ネーミングセンスがすごいなと思いました。このラブっていうのは漢字一文字で愛と書いてラブと読むみたいです。愛かっこラブっていうのが品種名みたいな感じでね書いてあったので、あ、すごい、なんかもうネーミングセンスがちょっとすごいなと、キラキラネームみたいな感じになってるなと思いました。でただいいですね、積算温度、日数も計算して積算温度も確認されているので、きっと美味しい実ができたんじゃないかなと思います。台風でネットごと飛ばされ失敗しました。トンネル栽培した方は食べることができましたというコメントもいただきました。台風怖いですよね本当に。今回空中栽培っていう方法で私もやったんですけど、台風は本当怖いですね。風に対する抵抗力は弱まるというか、地面で育てた方が強風が吹いてもそんなに影響はないんですけど、こう立体的にやっちゃうと風が吹くとそれで吹き飛ばされちゃうとかね、実が落ちるとかいろいろあるので、風対策は大切ですし、でもね本当台風ってもう運だから結構ねしょうがない部分もあって、その辺がねやっぱ難しいなと思います。はい、というわけでコメントの紹介はここで以上にしたいと思います。皆さんからのコメントを楽しみにしておりますので、ぜひこちらの動画や他の動画にもコメントをしてください。ではまた。